皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。アクアリストタッカーです。自分の動画を見に来ていただき本当に感謝してます。ありがとうございます。もしよかったら見ていってください。でこちらの水槽はね90センチ規格水槽になりますね。で今日はねディスカスのね餌についてちょっと話していこうかなと思ってます。で餌ですね、餌なんですけど人工飼料っていうものがあるんですけど、その人工飼料はまあなんかあんまりねディスカスは好んで食べないっていうのを聞いてまして、人工飼料食べないんで、まあその冷凍ワカムシとか冷凍のハンバーグっていうのをディスカス専用のねハンバーグが売ってるんで、それをねメインにディスカスに与えてたんですね。でこちらはね金魚の餌ですね。中身はこんな感じの、なんだろう、これフレーク状の餌ですね。でそこにいる魚にはこちらキャットをあげてたんですね。これはねまあ沈む餌ですね、これをあげてました。っていうのも実はねこちらのディスカスね結構ね人工飼料を食べてくれるんですよね。なのでちょっとねこれから餌を与えていきたいと思います。まあそういう話ですね。でまずはねこちら金魚の餌を今あげています。まあ食べるかどうかそんなにはね食いつきは良くないと思うんですけど入れてきます。どうですかね、まあ食べるかの検証ですかね。はい、今、まあ、これテトラの餌ですね。まあ金魚の餌なんですがもうちょっと与えてみますね。はい、なんですかねこう金魚の餌はねやっぱりねこう押してきたやつはちょこちょこ食べる感じですかね。まあそんなに食いつきはやっぱり良くないですかね。次にね先ほど紹介したキャット、こちらを今からあげていきます。中身はこんな感じのタブレット状の餌ですね、これをあげていきます。どうですかね、食べてますよね。こんな感じでねうちのディスカスは人工飼料をね普通になんか食べますね。まあ自分もね、まあ、なんだろう食べないと思い込んでたのもあったんですが、ツン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 して食べてますよね。もちろんそのなんだろうハンバーグとかもすごい栄養があるんでそちらの方もあげてますけど、この大きい方のディスカスもね食べてますよね。うん、はい、もぐもぐ食べてますね。まあこんな感じで食べてるんでもう全然なんか楽っていうわけでもないですけど、まあね、みんなと一緒に食べてるんで、いいことなんじゃないでしょうかね。自分もね、最初ね、ディスカスは人工飼料食べないと思ってたんで、単独でね、ディスカスだけで飼育してた時は、食べないと思ってて、もうね、本当ハンバーグしかあげてなかったんですけど、ハンバーグとレトアカムシですか。その2種類しかあげてなかったんですけど、まあこの水草水槽に入れてびっくりですね。普通に人工飼料食べてたんで、あれーと思って。食べますね。もうバクバクですよ。しかもね、これ人工飼料もね、結構ね、栄養はあるんで、いいのかなと思いますね。ただもちろんね、ハンバーグとかレッドアカムシも、この他にね、あげてるんで、まあ、今回はね、この人工飼料食べますよっていうのをちょっと話したかったんでね。まあ、今日は動画にしてみました。
では、今日は水草水槽にいるディスカスの話でした。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録のまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。バイチャ。今日はこまりです。こまりはね、今日はこの段ボールの猫の形した箱でうまくつろいでますね。お腹出してますね。こまり、こまりさん、ふふ。はい、こまりさん、お邪魔します。撫でさせてください。いや、かわいいな、このね、肌触りがね、かわいいです。中出してくれ。ふふ。じゃあね、またね、またね、おまりさん。おやすみなさい。またね。